こんにちは、快適アートです。今回の動画は2021年始まって最初のお絵描き動画になります。こんな感じのイラストを今回は水彩絵の具を中心に使って描いていこうと思います。今回は下絵を墨で描きます。実はこれを撮影しているのは1月2日だったんですが、このお正月の2日の日に形だけでも仕事や習い事をしておくと、その事柄の運気や技術が上がるそうです。書道の書き初めをするのにいい日だと言われていますが、私はお絵描きの方の書き初めをしてみました。まずはこんな感じで水彩紙に転写したイラストを墨で線画を描いていきます。細い瞑想筆を使っているんですが、線に強弱をつけることができるので、ギュッと押すところやスーッと抜くところを作って描いています。人物を描くときはあまり線画が太くなりすぎないようにしています。ゆった髪の毛も描いていきます。今回は全体的に描き込みが多めの絵になるので、要所要所ダイジェストでお送りしています。着物の柄以外線画を描きました。次に墨雲堂の絵墨目で人物を塗っていきます。この墨雲堂さんの目というシリーズは6色あるんですが、落ち着いた色合いですごく気に入っています。濃く使うとかなり渋い暗い色なんですが、薄く伸ばすとすごく綺麗な彩度の高い色が出るので、濃い色味も薄い色味もどちらも美しい絵の具だと思います。肌の下塗り1回目はだいぶ薄く描いています。目玉や口元など色合いが入っているところはこの段階で少し色付けをしておきます。人物の色味を塗るときは基本的にウェットインウェットかグラデーションを使って描いていきます。グラデーションとふんわりした表現についての動画も作っているので、そちらもよかったら見てみてください。髪の毛の色は緑で塗りました。この緑は渋すぎず明るすぎず、緑に見えるんだけどすごく墨っぽい色味でかっこいい色味です。手の影の色は結構赤みを帯びた色で描いていきます。これは手の内側の部分が血色で赤みを帯びているのと、あとはあったかそうな感じがするように赤色を使っています。線画に合わせて髪の毛に陰影を入れていきます。これも一回乾かした上からグラデーションを入れています。筆のタッチが見えるところとふんわりとぼかすところを作ることによって、毛束の感じを出して描いています。水彩で重ね塗りをするときは少し大きめに塗っています。大きめに塗ってから周りの方を水をつけた筆でぼかして、色を置いておく範囲を調節していきます。顔の陰影が結構良くなってきたので、今度は着物を描いていきます。青色の目を使っています。こんな感じで上の方はグラデーションにして、途中から水滴をポタッと垂らすバックランという技法を使っています。こんな風にグラデーションにしながら模様を入れています。袖口の方は黄色を足しています。帯は桃色の目で塗っています。帯揚げなども塗っていきます。帯揚げはグラデーションにして、そこに水滴を落として絞り模様をつけています。ちりめんとかそういうのにあるこうしぼしぼした感じのやつです。実はマイブームがこのバックランという技法で、このふわっとした感じが好きです。髪飾りも塗っていきます。ちりめんとかで作った絞り細工の髪飾りを描いています。人物の方が下塗りが終わったので、今度はお花を描いていきます。吉祥の顔彩を使います。これは絵手紙を描くのに使っているんですが、普通に水彩と同じ用法で使います。これで椿を描いていきます。花びらにはグラデーションをつけて、普通なら奥が暗くなっていくんですが、奥の方が明るい椿を描いていきます。
花びらはグラデーションを使った方が魅力的に見えるんですが、今回は暗い色味をあまり使いたくなかったので、この明暗が少し反転したような感じで描いています。真ん中の方から水をつけた筆で少し絵の具をこそぎ取るようにしてシワを描いています。陰った部分にはあらかじめ白緑を塗っておきます。花びらの縁に重ねた濃い色味を、これも水分を拭き取った筆でこそぎ取るようにして取っています。次は緑の銘で葉っぱを塗っていきます。濃く塗ると影のような暗い色で、薄く伸ばすと少し緑っぽい色合いが出てきます。これも絵の具を取り除くようにして光った部分を描いています。強調したい葉っぱだけ青磁色を使います。髪飾りの残りの部分も塗っていきます。次にリアルブラッシュを使います。こちらは水彩ペンです。リアルブラッシュは単体でしかあまり使ったことがないんですが、こんな感じでイラストマーカー的なノリで使ってみました。主に着物の柄などに使っています。筆ペンタイプなので、こういう繊細な作業も簡単にできます。同じ色を何回も使いたいときは、マーカーだと色味が変わらないのですごく便利だなと思いました。あとグラデーションが結構綺麗にできるので、水彩よりかは手軽に細かいところを描けます。服の細かい陰影などもリアルブラシで描いています。絵の下塗りが全体的にできてきたので、顔の描き込みを再度しています。全体をぐるっと見渡して顔が弱くならないように気をつけて描きました。結構色白な人を描いているので、どうしても弱くなっちゃうんですが、描き込みとかでちょっとバランスを調整しています。こちらの4色を使って髪の毛の描き込みをします。青色の目で暗いところを描いていきます。こういう作業をするときは筆を2本使いにするとすごい便利です。大きい方の筆でぼかすようにしています。ところどころ紫をかけていきます。少し違う色味が加わってくることによって、髪の毛にも色彩的な立体感を出しています。古墳を使います。遠目に見た時に顎と椿の印象がちょっと強かったので、椿の方を少しトーンダウンしています。結構勇気いります。次はファインテックを使います。こちらは偏光顔料の水彩絵の具です。すごいキラキラな絵の具なんですが、見る角度によってかなり色味が変わるので、今回は着物の柄などに使っていこうと思います。ガラスペンにつけて着物の扇の中に細かい模様を描いていきます。一定の線が描けるので、こういうのに便利だと思います。ただ私が持っているガラスペンは結構細めのペン先なので、少しインクの調整が難しかったです。一応このファインテックの使用用途にガラスペンというふうに書いてあったので試してみたんですが、もう少しだけペン先が太いガラスペンの方がインクフローがいい感じがしました。ガラスペンは今のところこの1本しか持っていないので、こういう作画に使いやすいやつを探そうと思ってます。扇の中身をどんどん描いていきます。次にクレタケのスターリーカラーズという金のセットを使います。黄金色が一番普通の金色っていう感じで、すごく黄色っぽい発色です。赤金色とか青金色とか、少しずつ色味の違う金色が6種類入っています。これも2020年に買った画材の中でかなりお気に入りの画材で、今までは絵の雰囲気に合わせて1種類金を選んで描いていました。今回はいろんな金色を使っています。こちらは泡金色といって、少し白っぽい感じの発色をする金色です。
桜の模様を描いています。赤金で花粉を描いていきます。金の種類が違うので華やかに見えます。今回は結構ギラギラなので角度によって見えたり見えなかったりするんですが、作画中も急に見えなくなったりすることがあって結構難しいんだけど楽しい画材だと思います。金箔を散らすような感じで点々を描いています。次はこちら、ホルベインのアクリリックイリデッセンスを使います。物には主にパール系を使っています。真っ白に見えるんですが塗るとこんな感じでキラキラになっていきます。こちらはクロマパールグリーンです。メタリックというよりかはラメ感のある絵の具です。帯はクロマシャインオレンジとイエローで塗りました。少し盛り上げて描いています。クロマパールイエローで盛り上げながら半襟を塗っていきます。こちらも見え方によってはかなりキラキラとして綺麗な色味です。薄めたクロマパールイエローを着物のラメ感をつけたいところに塗っていきます。細かい仕上げをしていきます。椿の真ん中の花粉の部分を描いていきます。リアルブラッシュは水筆で伸ばしていたんですがカラーブレンダーがあるのでそれを使ってみました。水と同じような感じでグラデーションにすることができるんですがなんとなく水のシミみたいなのができにくい気がしました。金色で花粉を描いていきます。椿が描けたら最後の仕上げをしていきます。全体的にラメラメをつけています。見る角度によって光ります。クロマパールイエローでハイライトを作っていきます。少し盛り上げるようにして描いて上から指でちょっと潰すようにしています。仕上げにコピックのセピアを使っています。かなり細いのでこういう髪の毛を描くのにいい感じです。本当は仕上げをガラスペンでしていこうかなと思っていたんですが結構繊細な感じの絵になったので最終的にこの細いペンを使いました。まつげも描いていきます。今回はかなりたくさんの画材を使って思う存分描いてしまおうと思って描いたんですがかなり使った量が多くなってしまったので動画内で説明しきれない分もありました。なので概要欄に画材をしっかりまとめておきます。終わった頃には机がこんな感じです。マスキングを剥がして完成を見ていきます。今回は張り切って自分の好きなものを全部描いてしまおうと思ってこんな感じになったんですが今後の動画もこんな感じのイラストメイキング、それから描き方解説、あとは画材紹介をやっていこうと思います。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。静止画はコミュニティタブにて画像を投稿しようと思っていますのでそちらもまた見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。